ええやん、ええやん、このギラギラした感じ、ええんちゃう。クラシカルとストリートが出会ったかわいい。はい、こんにちは、シトレイです。今回はですね、私が最近ハマっているアクセサリー第2弾ですね。こんな感じになります。どーん。お察しの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、パールですね、真珠ですね。真珠って結構冠婚葬祭だったりとか、なんかこうフォーマルな席とかだけに着がちなんですけども、この真珠をカジュアルにポップに着るっていうのはこの夏私の中のマイブームなんですよ。で、きっかけがこれですね。これに出会ったことでございます。ボーン。ちょうど5月に出した動画ですね、スーパー A マーケットのニューマンの時に着こなし対決をやったかと思うんですけども、その時のつけたものがきっかけで、こんな風に真珠とカラフルなもの、ビーズみたいなものを組み合わせると結構ポップに真珠がスタイリングできるなということに気づいて、あ、だったら 今お手持ちの自分が持っている結構クラシカルなこのパールだけのものとかも割と遊びがいがあるんじゃないかなと思ったので、そこからハマりました。あ、ちなみに皆さん、この全然話飛んでもいいですか。パールの話する前にこの T シャツの話しない。この鈴木54って書いてあるの、これ何か分かりますか。これはですね、女優さんで鈴木京香さんっているじゃないですか。鈴木京香さんが54歳の記念の T シャツです。鈴木京香さんがアンディ・ウォーホルが好きで、スタジオ54ってアンディ・ウォーホルが足引き通った伝説のクラブがあるんですけど、そのロゴがそのままになっているんですね。そしてなんで私がこれを着ているかっていうと、これを作ったのはうちの番組の準レギュラーの雄大くんなんですね。ということもあって今これ着てますっていう。京香さん見てますか。着てます。なんかもともとすごい古着が好きだったんだって、京香さんは。でパンクとかそういうの割とその好きで、ベルベル人に来たことがきっかけで話すようになって、すごい気さくな人 で相談されたのが、私毎回 T シャツを作っていると。で、誰も着てくれないと。で、おしゃれな54歳 T シャツを作りたいんだけど、雄大君手伝ってくんないって言ったのがきっかけで始まったらしいです。後ろも割とこんな感じです。これは54の入り口の VIP チケットの、ロゴになってるらしいですよ。で、話は飛びまして、こういうすごいカジュアルな T シャツとかにこういう風に付けてあげると結構可愛いかなと思います。例えばこれ色味的には似てるんですけども、全部ビーズで構成されたネックレスになるんだけど、これに合わせちゃうと、まあカジュアルになりすぎるというか、このままフジロック行きますみたいになっちゃうけど、パールっぽいものを挟み込むことによってちょっと違和感あり気味な感じしませんか。カジュアルからちょっとクラス感まではいかないけども、ラグジュアリーポップみたいな感じに見えるんじゃないかなと思います。で、これきっかけで、あ、じゃあうちにあった結構フォーマルなこう冠婚葬祭系のこの結構クラシカルなやつも遊びに使えるんじゃないかなと思って、例えばさっきのビーズですね、ビーズと重ね付けしてみるとか、こんな感じ、このイメージと割と似通ってきませんか。あ、これ使えるじゃんみたいなになったりとか、あとはじゃあこれ合わせでパール系も一緒につけて遊んであげれるんじゃないかなとか、こういう風に田崎なんですけども、こういう風にシンプルに合わせあげてもいいかなと思ったり、こういうちょっと癖のある感じのやつもいいかなと思ったりとか、これもこの組み合わせ可愛くないですか。これね、つけるとすごい不思議なんですけど、こういう見え感になるんですよ。不思議じゃないですか。おー、これもなんかちょっと遊びのあるアイテムだからこそ、こういう風に合わせてあげたりとか、あとはこれにもうちょっとポップにするなら、このアンブッシュのちょっとパステルカラーのポーですね、こういう風に合わせてあげても可愛いんじゃないかなとか。パール×カラフルがあると全然使ってなかったんですけども、ブローチもなんかこうカウンターとして使えるんじゃないかな、こんな感じとか。ちなみにこれがトーガですね。この色をここら辺の色を拾ってきて、こうちょっと合わせてあげたりとか、割とブローチも楽しめるんじゃないかなと。で、こっちはもう20年前からずっと持ってるんだけど、捨てるわけにもいかずみたいな感じでずっとくすぶってたアイテムになります。思ったりとか、こんなのか可愛いかなと思ったり、なんかね、使ってなかったものがパールに目覚めた途端に使えるようになったんですよね。パールじゃないとなんか多分ちょっとチープになりすぎちゃうっていうか、おもちゃみたいになりすぎちゃう。なので
おもちゃ以上ラグジュアリー未満みたいな感じとしてちょうどいい塩梅なのかなと思って最近ハマっております。ジャンルが全然違うからすごい面白いなと思って、このストリートっぽいもの、ちょっとこう西洋絵画みたいなもの、カジュアルポップみたいなのが面白いかなと思っております。あとはそう、これも使ってなかったんですけど、シャネルのブローチですね。これもなんか普通にこう1個だけで使っちゃうとシャネルの好きな人みたいな感じにこうなりがちだったりとか、ちょっとこのブランドのロゴのドヤ感が出すぎちゃうけど、これポップなものと一緒に合わせてあげることによって、そのカジュアル化する、そのラグジュアリーをポップに使えるようになっていいんじゃないかなと思います。これもね、使ってなかったんだけど改めて最近使い始めてるんですけど、ちっちゃいパールと石が入ってですね、どっちに転べばいいか分かんなかったんですよ。これラグジュアリーっぽくいけばいいのか、でもなんかポップな気もするしなっていう時の、カラフルと合わせてあげることによって、このキラキラもこのポップさに早変わりするというか、多分皆さんもその冠婚葬祭で用意してもらったパールのネックレスとか指輪とかいろいろあると思うんですけど、一回ちょっとその使ってなかったやつをこう引き出してみると、この夏このカラフル系と合わせるとすごい今っぽい着こなしになるんじゃないかなと思います。ぜひやってもらえたらなと思います。このチャンネルがいいねと思った方はいいねボタンと、あとはチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。